日本の花嫁は、キリスト教牧師の田村直信の著書。内容が教会内外で問題となり、田村は、自身の長老派教会から一時期追放された。1889年田村は1893年に、米国の出版社から、ザ・ジャパニーズ・ブライドを出版した。これは日本語で、米国の夫人として6年前に出版されていたもので、ある。 田村自身の説明によると、この書において、日本と米国の婦人の地位の相違を論じ、私の持論なる男女同権論を主張し、日本の風俗習慣を破壊し、新日本において、新ホームを作るの必要を強調し、キリスト教の力でなくては、男女の締結を守ることもできず、婦人の地位を高めることのできないことも極論した、の八章からなっている。序文に、 仏教の影響下の過程とキリスト教の影響下の過程を比較することとあり、あくまでもキリスト教の立場からこの書を著述したものである。当時、日本主義にかぶれている人々に応戦を試みたのである。キリスト教に反する日本の風俗習慣に関して己の意見を発表したとしている。また序文で日本人の特技はパリサイ的形であって心ではないという。 新聞、日本、一万兆法がこの本を非難し、日本の200以上の新聞が、一万兆法の論説を、転載した。キリスト教牧師である、上村正久は1893年、福音新報127号で田村を非難した。他にも教会の、キリスト教新聞、女学雑誌もこの本を非難し、日本キリスト教婦人教風会は絶版を求めた。 キリスト教青年会理事の職からは追放された。さらに、イブカカジノスケ、山本秀照、熊野雄七により、日本キリスト教会の教会法廷に告発される。告訴状には、本書記述の定裁傾聴不白にして、拒実を根拠しみだりに、日本人民の恥辱となるべきことを記載したり、 せすなわち同胞を残部したる者にして、日本キリスト教会教師の職を汚したる者をとすとある。仲介の教会法廷は、同胞残部罪で、田村直進を検責した。判決を不服とする田村は大会に上告した。彼は、社会風俗に対して批評したのであって、信仰的な異端を唱えたわけでないのだから、教会法廷の判決は不当であると主張した。 ヤマト連合会、キリスト青年会は仲介の判決直後の10月6日、キリスト教新聞に公開書簡を発表した。1894年第9回日本、キリスト教会大会で、上村は、と述べた。大会では仲介より、さらに罪状と処分が重くなり、大会は、日本国民を侮辱したるものとして、田村直進を、牧師から免職した。 教職をメンズとする判決を下した、教会法廷の判決文は次の通り。イブカカジノスケは、ものには、内外の別あるものなりしかれども花嫁著者は、日本国民の地辱となるべきことを外国語をもって、外国において著述したりと述べ、押川正義は、我が祖先が残したる高潔なる親子間の道徳をふて、海外に恥じしむると言った。無教会主義の内村肝三は、 判決に満足の意を表明して述べた。小屋康夫は、この問題が、教会裁判にまで行った最大の原因は、国粋主義に対する教会の自己保存的な、迎合態度でないかと考えている。土井昭夫はこの事件を、キリスト教を排撃する、国家主義的な風潮に対して、キリスト教の身の証を立てるためであったとしている。小野静雄はこの事件が起こったのは、 1890年頃から日本の教会の強制が衰えていたために田村を葬り去ることによって身の証を立てようとしたことと彼らが日本の家族制度を美しいものと見ていたことが理由と考えている。ウィリアム・インブリーはこの裁判に先立ちコメントを裁判に提出したいと依頼状を送ってきた田村に対し1894年5月14日付で この著書は、刺激的ではあるけれども、日本を侮辱する意図のもとに、あるいは記述の内容が偽りであることを承知の上で、書かれたとは思っていないとアメリカから返事を書いて、田村の著作に理解を示している。一方、この本にある、米国的な個人主義への疑問も出ている。ありがとうございます。